こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。また、ダイエットに関する無料のメールマガジンをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。メールマガに関しては概要欄に詳細のリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。今回は、あえて糖質制限ダイエットについて語ってみるというところで、私は糖質制限をおすすめしてないんですけど、まあ、あえて今日は糖質制限について少し語っていきたいと思います。具体的な内容として、まずはじめに私の糖質制限の経験談についてお伝えします。そしてその上で糖質制限をすると痩せるのか、糖質制限をした時の問題点はっていうところについて話をします。そして最後に糖質制限ってじゃあ結局いるのかどうなのかっていうところまでお話ししたいと思います。で、今回の動画を見ることによって、糖質制限で痩せるメカニズムだったりとか、糖質制限の問題点、注意すべき点、そして自分が糖質制限をすべきなのかどうなのかっていうところまで理解できるようになります。もし今あなたが糖質制限を実際やっている、今後やろうと思っているっていうのであれば、必ず今回の動画を最後まで見るようにしてください。また動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。では早速内容論に入っていきます。まずはじめに私の糖質制限の体験談っていうところなんですけど、私はですね、今糖質制限をこうやって押してないんですけど、実際はですね、糖質制限を多分 4,5 年前ぐらいまで結構やってたんですね。で、しかも結構がっつり2年間ぐらいは多分糖質制限をがっつりやったんですね。その時なぜ私が糖質制限をしていたかっていうと、私はですね、人に指導する上でやっぱり自分が全部経験しないと人に指導することができないと思ってるんですね。なので肉を食べないような食事法もやってみたし、添加物を全部抜いてみたりとか、揚げ物を食べないとかもいろいろ試してきたんですね。で、その中の一つとして糖質制限をやっていました。で、糖質制限実際どういうことをやってたかっていうと、私の場合はまず主食を全く食べない、甘いものは全く食べない、そしてお酒もビールとかは飲まない、で、野菜に関してはそこまで根菜類とかは気にせずに食べてました。こう見えてもバターコーヒーとかもやってたし、 MCT オイルとかも飲んでたし、で、途中でサプリメントが流行ったのでサプリメントもたくさん飲んでみて実験もしました。で、血糖測定器リブレっていうのは2週間ずっと血糖値を測定できるのもあるんですけど、それも2回測っていろいろ実験しながらやってみました。この時ですね、私糖質制限してめちゃくちゃいいなって思ったんですよ。で、なぜかって体調がやっぱりかなり良くなったんですよ。例えばお昼の眠気がなくなったりとか、その時って結構私バタバタしてたんで、そのバタバタしてる中で疲れにくかったりしたんですね。なのですっごいいいなと。しかも私もともとお肉とかがすごい好きなんで、やっぱり肉とかもたくさん食べれるし、すごい良かったんですよ。ただですね、やってて気になったところは、お肉とかをめちゃくちゃ食べるとその後に急激な眠気が来るとかだるさが来るっていうことが結構あったんですね。気になるのはそれぐらいで、糖質制限をしてる時はやっぱかなり良かったんです。その時もダイエット指導してたので、私のお客さんとかにもやっぱ糖質制限を勧めたりとか、 SNS でも糖質制限に関する知識とかを結構出してたんですよ。今見てくれてる人も知らないと思うんですけど、私って糖質制限に関する電子書籍とかも出してるんですね。で、しかもこの電子書籍って結構糖質制限で有名なドクター、本をいっぱい出してるドクターの参考文献とかにもなってるやつがあるんですよ。で、それぐらい私結構糖質制限はがっつりやってて、勉強をめちゃくちゃしてました。だから最近ですね、糖質制限を批判するようなことを言うと、コメントとかで糖質制限のことあなたは分かってないって言われるんですけど、多分コメントをいただく方よりは間違いなく糖質制限について詳しいと思うんですよ。で、しかもですね、今って別に糖質制限を進めてないんですけど、別に糖質制限がめちゃくちゃ悪いとか批判する気も全くないんですよね。まあ、なのでとにかく私はですね、糖質制限をしない方がいいっていう情報は出してるんですけど、私自身もかなりやってたし、一時期やっぱり糖質制限を指導してた時期ってのもあります。じゃあ糖質制限って痩せるのかっていうところなんですけど、糖質制限ってやっぱり痩せます。体重は一気に減ります。で、この糖質制限で痩せるメカニズムに関してはいくつかあるんですね。で、まず一つ目がグリコーゲンがなくなるっていうことです。糖質制限をすると体の中にエネルギー源として蓄積されているグリコーゲンっていうものが体の中から抜けてしまいます。で、これはなぜかって、グリコーゲンって食べた糖質を体に蓄積しているものなんですね。なので糖質を取らなくなるので、そのグリコーゲンっていうのは体の中で使われてしまってなくなってしまいます。で、このグリコーゲンってですね、水分を抱きかかえてるんですよね。で、このグリコーゲンと水分を合わせると全体で2から3キロあるわけですね。なので糖質制限をしてグリコーゲンが枯渇してしまうと、2から3キロ一気に水分が抜けてしまうんですね。なので1週間とか2週間で糖質制限をすると数キロ痩せます。これが糖質制限ですぐ体重が減る理由になります。そして2つ目がインスリンが少なくなるということです。糖質制限をして血糖値が上がらなくなると、その分だけ血糖値を下げるインスリンっていうのが作られなくなるんですね。で、このインスリンっていうのは血糖値を下げるだけじゃなくて、脂肪の蓄積を促すような作用があるんです。なので糖質制限をするとそのインスリンっていうものが少なくなるので、その分だけ脂肪の蓄積が減ります。で、しかもこのインスリンが減るとグルカゴンっていう脂肪の燃焼を促すようなホルモンが優位になってしまうんですね。で、そうなると脂肪の燃焼が促されて痩せやすくなります。これが2つ目の理由です。そして3つ目がトータルカロリーが減るっていうことです。で、これはですね、ダイエットをしてる人はそうならないんですけど、ダイエットをしてない人が糖質制限をすると食べる量が減るんですね。ダイエットをしてる人っていうのは糖質制限をして、あ、糖質以外は何でも好きなものを食べていいんだ、今までハイカロリーのものって我慢してたけど揚げ物とかも食べていいんだって思って、逆にたくさん食べ過ぎてしまうんですよ。そうなるとカロリーオーバーしてしまって、糖
質はかなり抑えてるのにカロリーがオーバーして太ってしまうんですね。で、特にチーズとかそういうものをたくさん食べた人ってやっぱり太った人多いんですよ。けどですね、そうやって普段から我慢してない人、例えば男性で食生活あんまり気にしてない人が糖質制限をし始めると主食を抜くとですね、トータルカロリーって落ちてくるんですよ。けど当たり前ですよね、全体の 60% を占めているところをカットしてしまうんで、他のものでいくら補おうとしてもカロリーは下がってしまうわけです。で、そうなると痩せてくるんですね。なのでこれは糖質制限云々関連とかではなくて、カロリーが下がって痩せるということです。こうした理由からですね、糖質制限ってやっぱり結構痩せる人が多いんですよ。ただですね、私が最近糖質制限をなぜ進めてないのかっていうところで、糖質制限には問題点もやっぱりいっぱいあるわけですね。特にですね、やっぱり女性では糖質制限をすることによって体調が悪くなる人ってめちゃくちゃ多いんですよ。で、これですね、私が糖質制限に関する発信をちょうどやめる時期ぐらいにですね、今から 3,4 年前ぐらいに糖質制限で体調を崩した人っていうのがめちゃくちゃ出てきたんですよ。これですね、実は糖質制限が一番最初に流行り出した15年前とかにも一回起こったらしいんですね。女性で糖質制限をすると体調が悪くなった人がすっごい出てきたらしくて、で、これがなんかいろいろ圧力かかってあんまり表に出てないらしいんですけど、それがですね、また 3,4 年前にまた流行ったんですよ。特に Facebook とかの界隈で体調を崩した人とかがやっぱり出てきて、それに対して警笛を鳴らすようなやっぱりドクターとかがいて、そこにまた糖質制限をする人とかと、まあこうガチガチのバトルとかがあったんですね。具体的にどういうのが起こったかっていうと、ローT3症候群って言って、 T3 っていう甲状腺ホルモンの値が下がってしまう人が結構増えてきたんですよ。ローT3になるとどうなるかっていうと、代謝を上げる甲状腺ホルモンが下がってしまうことで、めちゃくちゃ代謝が下がって冷えやすくなったりとか、あとは髪の毛が抜け始めたりとか、足に力が入らなくなって階段を登れなくなったりとか、そういう問題が結構起こり始めたんですよ。私も実際お客さんとかフォロワーさんでそういう人がめちゃくちゃ増えてきたんで、あ、これはダイエットをしてる人に糖質制限を進めちゃいけないんだなと思って糖質制限の発信をやめたんですね。で、もともとですね、私が指導してた人っていうのは結局何も気にせずにいっぱい食べて、まあ、痩せれないような状態の人だったんで、そういう人はですね、ある程度糖質を意識してもらって糖質制限してもらうっていうのは全然いいと思うんですけど、けど今私のフォロワーさんとかってどっちかというと、もう添加物とか糖質とかカロリーとか食べ物のこと気にしすぎて、どっちかというとその気にしすぎが原因で痩せれなくなってる人が多いってことに気づいたんですね。だから最近はどっちかというと糖質を食べましょうね。だってですね、ダイエットしてる人って糖質めちゃくちゃ少ないんですよ。糖質制限はしてなくても、もともとご飯とかケーキとかってやっぱり太るっていうイメージが強くて、意識はしてないんだろうけど糖質制限をしてる人が多いんですよね。なのでこのようにですね、糖質制限をすると体調不良になるっていう問題点があるんですね。特に女性です。で、しかもですね、体調不良になるだけならいいんですけど、食欲が乱れてしまうんです。で、糖質ってやっぱり体にとってエネルギー源となるものなんで、それを抜くと結局反動で食べ過ぎが起こってしまうわけです。で、食べ過ぎならまだいいんですけど、そこから過食になってしまうわけですよね。で、そうなるとなかなかですね、抜けれないんですよ。糖質を取るのは怖いし、けど過食は直したいしっていう状態になってしまって、なかなか難しい状態になってしまうんですね。この時にですね、結構私がすっごい嫌だったのが、糖質制限をしてる人ってもう何かへりくつこねて糖質制限の理論に押し付けようとするんですよ。例えば糖質を取らなくてもエネルギー不足になるのは、あなたの体が脂質の代謝がうまくいってないから、それがビタミンとかミネラルが取れてないからだっていうのを押し付けるんですよ。いや、そんなわけないじゃないですか。確かにそういう風なメカニズムっていうのは体にあると思うんですね。で、私もそういう風な記事を書いたりとか情報発信をしたりもしたんですよ。けどですね、その脂質代謝がうんたらかんたらとかビタミンミネラルがうんたらかんたらっていうのは正直予測でしかないし、しかも現状として今目の前に困ってる人がいるのに、それをいや、それはあなたの責任で栄養が足りないからですよって言って、もっとこっちを取りましょうとかっていう提案は普通に考えてありえないと思うんですよ。これですね、糖質制限に限った話じゃないんですけど、自分の理屈にどうにかこじつけてお客さんをどうにかしようとする人多いんですよ。確かにですね、私も考え方があるので、そこにどうにかこうこじつけようとしてしまうこともあるんですけど、まあ、できるだけ自分は客観的に見て、ちゃんと自分の理論でやってもらったことでも反応が悪ければ変えるようにしてるんですね。糖質制限をした時にめっちゃ体調悪くなる人いたのに、それに対してもうへりくつこねて自分の糖質制限の理論に何かこうこじつけようとするのがすっごい嫌で、で、そのドクターとかが特に多かったんですよ。で、ドクターがそれを言ってしまうとみんな信じるじゃないですか。で、しかもやっぱりテレビとかに出てたりとか本書いたりする人がそれを言うとみんな信じるんですよ。ほんとその時にですね、なんでこんなにドクターって頭はいいのになんか柔軟性がないんだろうと思って、もう結構すっごい嫌だったんですよね。それがその時とかにもなんかそのドクターのことをちょっとツイッターとかで、まあ、批判じゃないけどそういうツイートした時とかで結構問題になったことがあったんですよ。今でも糖質制限を推奨してるドクターとかとやっぱり仲良くしてるんで、まあなんかそういう風な大変な時期もありました。まあ、けどとにかくですね、結構やっぱり糖質制限をすることによって女性がそういう風に体調不良、ローティースリーになってしまったりとか、あとは食欲が乱れて過食になってしまう、こういう問題が糖質制限はあったので、私はそういう風な発信をするのをやめたんですね。結局ですね、じゃあダイエットする時糖質制限が必要なのかどうかっていうところなんですけど、これは人によるんですよ。さっきも話したように、毎日菓子パンとかラーメンとかばっかり食べてる人は当たり前だけど糖質制限した方がいいです。ただですね、そうじゃなくて、おそらく私のこの動画を見てくれてるあなたは糖質制限をする必要はないです。ちゃんと炭水化物をしっかりとって食欲を安定させれば痩せることはできます。というか、炭水化物をちゃんと取った方が痩せるんです。糖質制限っていうのはさっきも話したように、
ようにすぐ痩せるような方法ではあるんですよ。けどですね、これをやってしまうと本当に後から大変なことになりますので、私の中では正直糖質制限は今この動画を見てくれてる人には全く必要はないと思ってます。むしろ糖質を食べた方が痩せます。なので私の動画を見てですね、コメントいろいろしてくださって、食欲が乱れてるんですよとか、過食が治りませんっていう方がいらっしゃると思うんですけど、もうとにかくですね、まずはですね、糖質を取ってみてください。最低でもまず 150g、 1日の中で糖質を 150g 取ってみて、それで食欲が落ち着かないかどうかっていうところを確認してみてください。糖質制限をですね、私は批判をしているように見えるかもしれないんですけど、そうではなくて、私がターゲットとしている人が糖質制限が必要ないだけで、糖質を抑えた方がいい人もいるんですよね。まあ、その辺をしっかり分かった上で私の情報を見てもらえればなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。今回は私の糖質制限の体験談だったりとか、これまでの流れ、今何を考えているのかっていうところについて話をしました。もし今あなたがですね、糖質制限をやっている、今後やろうと思っているっていうのがあれば、今回の動画を参考にしていただければなというふうに思います。また今回の動画を見て役に立った、良かったなと思ったら、ぜひいいねボタンをお願いします。動画の中で分かりにくかった点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけると、ダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。また Twitter やインスタ、ブログなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄にリンクを貼っていますので、チェックしてみてください。ではまた。